はい、ハイキュールーム学総院長の竹内学人です。僕はですね、日本唯一の耳鼻科専門鍼灸師として、顔面神経麻痺の治療に当たっておりますが、顔面神経麻痺で、今ね、駒込と代々木上原、東京の駒込と代々木上原の2つの院があるんですが、多くの患者さんがいらっしゃるんですね。でその方から、よくいただく質問の中から一つ抜粋して今日解説していこうかなと思います。あとは結構 YouTube のコメントとかも、いただいたりとか、直接 LINE とかいただいたりとかして、すごく質問が多いこの共同運動ですね。共同運動ですごく苦しんでるんですけども、どうしたらいいんですかっていうところの解説をしていこうかなと思います。まず共同運動の改善を知る前に、じゃあそもそも共同運動とは何なんでしょうかっていうところから、やっていく必要があると思います。共同運動とはですね、西洋医学的には、神経の回路が新たにできてしまって、通常とは正常な状態とは違う筋肉の動かし方を新たな回路で覚えてしまっているっていうふうに言っています。これも全然間違ってはいないですが、どうしてなってしまうかというところが一番重要なんですね。どういう人がなって、顔面神経麻痺の中にも共同運動がある人とない人、ない人っていうのは本当にごくわずかなんですけども、ない人もいますし、すごく苦しんでる方もいらっしゃるので、その違いなんかをね、説明していこうかなと思います。で、共同運動とはなぜ起こるかっていうと、顔面神経が、そうですね、まずざっくり言うと麻痺が残っていると共同運動っていうのは起きやすいんですよということです。麻痺が残っていれば共同運動が起きやすい。逆に言うと、共同運動があるっていうことはまだ顔面神経麻痺が、残っているっていう状態になるわけですね。で、じゃあ、そうですね、特に起きやすいのは顔面神経麻痺を患ってから、麻痺が治ってきている場所とまだ麻痺が残っている場所。おそらくこれを見てる方の中にも、まだ口がちょっと動かないんだよねとか、まだ目が閉じきらないんだよねとか、まだこう空気を溜めた時にちょっと漏れるんだよねとか、そういう方がいらっしゃると思います。で、そういう方っていうのはある部分では麻痺が改善してきてるんだけども、ある部分では麻痺が残ってしまっているっていう状態、要は治ってる部分とそうでない部分は混在している状態にあるんですね。で、この混在している状態が長く続けば続くほど、この共同運動っていうのは出やすくなってしまいます。これなんでかっていうと、麻痺が治っている場所っていうのは通常通り筋肉を動かすわけですね。で、麻痺が治ってないと、例えばそうですね、目をつぶるときも、普通の、正常な方であれば目の周りの筋肉だけを使ってまばたきっていうのが行えるようになってきます。で、もし目の方が動きが悪い場合っていうのは、筋肉ってそれを補おうとして、要はカバー動作ですね、カバーおうとして目のつぶるのを助けようとするんですね。それが例えばぐーっとこういう風にほっぺたの方とか口の方とか、そこからぐーっと閉じるように持ってくる、こういう癖がついてしまうんですね。逆に今度口の場合ですね、口がいいとこできない人なんかは、本来だったら口だけでいいができるんですけども、口だけじゃできないので目の力を借りてくる、いいっていう風にいいっていう、こういう状態になってしまいます。なので、麻痺が完全に治ってない場合っていうのはやっぱ補おうとしてしまって、それが共同運動を引き起こすっていうことなんですね。なので、まず共同運動が、なるべく引き起こさないためにやんなきゃいけないことっていうのは、やらなきゃいけないことというか、やめなきゃいけないことというのは、これ一生懸命顔を動かすことなんですね。よし、動けと一生懸命動かしてしまうと、どんどんこれ共同運動が強くなっていきます。動かせば、動かしたいと思えば思うほど、閉じない目を口で補ったりとか、動かない口を目で補ったりとかっていう形になってしまうので、これ要は目と口がくっついてしまう状態になるんですね。本来だったらそれぞれが単独で動くものが一緒になって動いてしまうので、共同運動っていう風に名前がついております。なので、そういったことをね、やめていただく必要があるんですね。で、もう一つ共同運動を知る上で重要なのが、共同運動が出てしまっている人っていうのは、正常な顔、例えば左が正常で右が麻痺だとしたら、正常な方と比べて麻痺側っていうのは筋肉のつき方が変わってくるということなんですね。
まあ、当然、口を動かそうとして目を口を動かせないから目をかばって持ってくるっていうので筋肉のつき方変わってきますよね。なので、要は筋肉に厚みがあるっていうところなんですね。そこを改善していく方法でちょっと話していこうかなと思うんですが、この改善していく方法っていうのはね、これは、まず大前提、これは絶対大前提なのは麻痺、残っている麻痺を治すっていうことですね。麻痺が残っている状態で共同運動を 100% なくすっていうのは、これは不可能に近いですね。なんでか、まあそれはさっきも言ったように麻痺が残っていれば、そこだけで動かないので他の力を借りなきゃいけない。それが共同運動になってくるので、そもそも麻痺がなくなってくれば他のところの力を借りる必要がないので、そもそも麻痺を治すっていうところが大前提になります。なので、顔面神経麻痺が発症してからもう数年経つとかっていった方が共同運動に悩んでることが多いんですけども、そういった方っていうのはやっぱりかなり難しくなってきますね。治んないってことはないんですけど、やっぱり年数が経てば経つほど顔面神経麻痺っていうのは、症状が固定してしまってくるので、顔が動きにくくなってしまうので、かなり難しくなってくると。ただ、少しでもね軽くしたいよっていう方かなり多いので、その方法も紹介していこうかなと思うんですが、共同運動ですね、困っている方、これ筋肉の顔の筋肉のつき方に特徴があるんですね。特徴があります。それは何かっていうと、見えますかね、このここのライン、ここのラインですね、ちょうどここです、はい、ここのラインに筋肉がすごく発達してるんですよ。ここのラインだけ筋肉が発達してるんですね。当然麻痺側だけです。麻痺側だけこのラインにが筋肉すごく発達してしまって分厚くなってしまっている。これが、割と共同運動の正体になってくるので、ここの筋肉をほぐしてあげるということなんですね。でほぐし方としては、こう外側から直接こう優しくマッサージするっていうのも、優しくですよ、こう撫でるぐらいでマッサージしていくっていうのもありなんですが、最も効果的なのは口の内側からやるっていうことですね。意外と外から触ってもわからないという方多いんですけど、内側から触るとあ、こんなにも左右で筋肉の厚みが違うんだっていうのがよくわかる方が多いです。なのでそこから、アプローチをしていくっていうことなんですね。具体的な方法としては、まず親指がいいですね。親指をこうやってまず正常な方からこうやって触っていきます。それで口の内側の一番こう外周をこう触ってもらって、上から下までこうやってね、で筋肉の厚みを確認します。あ、このぐらいの厚みねみたいな。で今度麻痺側触ります。麻痺側触ってみて、あ、ここが分厚いじゃんとか、ここ触るとすごい痛いっていう場所が必ずあります。共同運動で困ってる方はこれほぼ 100% ですね。必ずあるので、その箇所を見つけたら、分厚い場所とか痛い場所、箇所を見つけたらゴリゴリほぐすんですね。でこれも、今ゴリゴリと言ったんですが、強さとしてはこれもさする程度です。さする程度、あんまり強くゴリゴリやってしまうと逆に硬さを誘発してしまう、逆に硬くなってしまうことが多いので、指を入れたら優しく撫でるように、撫でるっていうのがキーワードですね。強さどのくらいがいいですかって言われたら必ず撫でるようにって僕はいつも説明しております。なので硬い場所を見つけたら撫でるようにやっていただくっていうのがポイントになります。でこれどのくらいやったらいいんですかっていう質問も結構多いんですが、これは暇さえあればやってください、はい、テレビ見てるときとか、なんかのんびりしてるとき、何でもいいので親指を入れていただいて、撫でるように分厚い部分だったりとか痛い部分を撫でていただくと。そうすることによってそこの筋肉の厚みが少しずつ薄くなっていきます。薄くなっていくと、これ共同運動が少し楽になっていきますので、共同運動に非常にお困りの方、まあ、実際に、突っ張り感とかね、目を動かすとき口が動くとか、多いのがうーってやったときに、うーとかあーとかやったときに目が、引っ張り感が出てしまうという方が多いんですけど、そういった症状が少し改善していきますので、ぜひこれをねやってみていただければなと思っております。今日はね共同運動の改善ということで、そもそも共同運動とは何ですかだったりとか、それについて改善方法をご案内させていただきました。こんな感じで、私たちは耳鼻科に関する
情報を常に発信をしております。この情報が少しでも役に立ったなという方がいれば、ぜひ高評価ボタンと、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとは、そうですね、やっぱりこの情報を少しでも皆さんにこう広げていきたいので、いろんなツイッターとか、インスタとかでこうシェアしていただけると、非常に嬉しいです。では、今後もね、こんな発信をしていきますので、またお会いしましょう。